こんにちは宮沢優です youtube で学級系に関する動画1日1本配信しておりますまた研究所メンバーシップでは学級系に関するプレミアムな動画毎月10本ほどお届けさらにオンラインセミナーやコーチングなんかもさせていただいております先、えー、今日のテーマなんですけれども100%授業力が上がる宮沢式教材研究そんなテーマでやっていきたいと思います 学級経営力をね高めていくそんなチャンネルなんですけれどもねえ授業のね力もやっぱ上げていきたいじゃないですかだって1日5コマとか6コマね皆さん授業するわけでこの授業と学級経営って密接に関わってきますしね授業力を上げていきたいところがどうやったら授業力って上がるんでしょうねどうやって教材研究ってしていったらいいんでしょうねここよく分かんないんですよねなので今日はそこにスポットを当てて、えー、動画を作っていきたいと思いますけれどもじゃん こちらご覧ください。この写真何かっていうとですね宮沢が10年間教師をしていた時の教材研究ノート計30冊分ぐらいかなっていうふうに思います僕大して誇れる仕事もね何もなかったんだけれどもこの10年間コツ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 積み上げてきた積み重ねてきたこのノートたちだけはもう揺るぎない紛れもない自分の努力の証だなと思って本当に自分の中の あのさ,さ,ささやかな誇りなんですけれどもこの中で培ってきたどういうふうにしたら授業力って上がっていくのかなっていうちょっとしたあ自分の中の財産を皆さんにお裾分けさせていただければなっていうふうに思います。えー、勘違いしないでいただきたいのはこういうふうに教材研究をしていきましょうねっていうような皆さんへのシェアというよりは。 僕自身はこういうふうにやってきましたってただの紹介でございます100人先生がいたら100通りの教材研究はあると思いますからこれが絶対かいなんていうふうには思わないでくださいただ宮沢はこういうふうにやってきましたよって紹介参考程度にね聞いてくださいよろしくお願いしますさあ本題の方にね入る前に一つお知らせさせてください、えー、いよいよ迫ってまいりました4月の「 24日日曜日朝9時からですね、学級目標の作り方、生かし方というオンラインセミナーを開催、オンラインセミナーを開催させていただきたいと思っております。えっと、組織における目標って一体何なんだで学級目標でどういうふうに作っていくんだそしてどういうふうに生かしていくんだそして最後どういうふうに目標を下ろしていくんだっていうね、そこまで突き詰めたお話をさせていただきたいと思っております。ゴールド会員の皆様無料でございますので、よければ覗いてみてください。参加方法はこの動画の下にある概要欄に載っています。 さあ本題の方行きたいと思いますけれども今日は「日本柱宮沢式教材研究3ステップ」3ステップだけで OK です。で目次の2つ目補足として「素材研究」聞き慣れない言葉ですね「素材研究」ってのはねこの教材研究と素材研究って 何が違うのここ大事なんですね。ちゃんと明確に区別して捉えて実践していきましょうね。はい、じゃあ一つ目いきたいと思います。まずステップ3ってことなんだけれども、一つ目紹介したいと思います。一つ目は自分の頭で考えるってことですね。あの教材研究をってこと。国語でも算数でも数学でも社会でもね。まず自分の頭で考える。こういうふうに言ってもいいかもしれない。自分のやりたい授業を考える。自分が楽しい授業をきちんと考えていく。 自分が退屈な授業だったら絶対子供たちも退屈なんで、まずもう子供とかいいから、あの、全然もう関係ない。あ、こんなこと言ったからあれだけど、自分が楽しめる授業ってどんな感じだこんな授業したいな、あんな授業したいなっていうような、 授業を考えていきましょうそれがステップ1とっても大事なことですね。で、ステップに何をするかというと、指導書なので答え合わせをするっていうことですね。やっぱりね、あの自分目線で自分だけがね、喜ぶ授業を考えると、確実に穴がある、漏れがあるんですね。困るじゃないですか。子供たちの力伸びていかないじゃないですか。なので、答え合わせをしたいわけその答え合わせをするのに一番適したものは、教科書とか、もちろん指導書とか、まあ、いろいろね、あると思います。指導書を見たときに、あ この専門用語を伝えることを落としてたわ、いけねえっていう形で自分の教材研究ノートにメモしていくわけですね。こういうこと、これをしていくことによって自分の思い、自分の思いも前面に出てくるし、そしてきちんと学校の教師として教えなきゃいけないこともフォローできるっていうことなんですね。この二つのステップを繰り返していくっていうことが非常に大事なんだけれども、結構若手の先生がやりがちなのはこのステップ1を端しょっちゃうんですね。いきなり、 指導書を開いてあこの通りにやっていけばいいんだねっていう形でやってしまうわけですねこれやるとやっぱり頭がもうそこから離れなくなっちゃうんですね引か敷かれたこうレールの上を走るだけになっていってうまくやるだけうまくやるだけこのレールからは外れてはいけないんだっていう無限大のあなたの脳みそをすごく狭めてしまうもったいないことになると思うんですよねなので一回自分の頭で考えていくっていうのは非常に大事だと思いますせっかく皆さん素晴らしい脳みそ持って だからフルに活用していきましょうただ指導書はやっぱりすごいんですけどね指導書は、まあ、あの その道ののの道専門家たたちが考えたものなので素晴らしいものなんだけれどもそれと同じぐらい僕はあなたの脳みそ皆さん自分自身の脳みそも素晴らしいと思ってるので、ね、両方大事にしていきましょうこれがステップ1自分の頭で考えるステップ2指導書を見て答え合わせをするっていうことですねこれはステップ2まだあるステップ3何かっていうとこれを継続していくっていうことですね宮沢だったら10年間学校の先生やらせていただきましたんで10年間続けたっていう こことでですすれ大変なんですよあの指導書パッと見てねそのままパッと授業やったら教材研究の時間も少なくて済むんだけど一回一回自分の頭で考えてさ、うん、そして指導書で答え合わせをしてさってこのサイクルを1時間目から5時間目6時間目までを月曜日も火曜日も水曜日も毎日毎日しかもそれを1週間だけじゃなくて1年間だけじゃなくて3年5年10年ってやっとくとこれね 大変なの本当に苦しんでね途中でも嫌になっちゃうもう投げ出したくなっちゃうんだけどもこれを継続していくことで時間はかかるんだけれどもやっぱりその分確実に授業力がアップしていきますでこの後がねあのサプライズのプレゼントがあって授業力がアップすると何が起きるかというと。 教材研究の時間がかからなくななくくっってくるってるいうことなんですね最初は時間がかかるけれども授業力をアップしてくる授業力アップすると授業あその準備の時間が抑えられてくるっていうねこれ正のスパイラルに入ってくる最初はつらい最初のね3年ぐらいはつらいそんな長いのって感じなんだけど <laughs> 長い長いんだけどでも最初我慢するとね後で、ね、グッと。 いけるんで、この3ステップ大事にしていっていただきたいな。と僕はまあ個人的には思っています。まあそれぞれねやり方あると思いますけれどもってことです。で、この3ステップを続けていくとさらにいいことがあって、白紙の場面で強くなるってことですね。要するに。 取説、流れとかが用意されていない総合的な学習の時間とか運動会の表現運動とかさ、あるいは学級経営とか、こういった何かこう道筋が用意されていないものへの免疫がついてくる。なぜなら自分の頭で考えることを毎日毎日繰り返していくので、もうそれが習慣化になって、あなんかちょっと困った、突発的な出来事が起きたなっていう時に、じゃあどうしようかなっていう形で自分で考える癖がつくので、あの確実ね、ああの授業力だけじゃなくて教師力。 生徒指導力、学級経営力、いろんな力がね伸びていくと思いますよってねそんなお話でございます。さあ目次の2つ目補足素材研究ということなんですけれどもこれ素材研究ってねなかなかこう耳馴染みのない言葉なんだけどもこれ明確な違いがあるんですね。まずえっと教材研究ってうのは一体どういうことかっていうとこれは本時の目標を子どもたちに達成させてあげるための準備を教材研究っていうわけですね。じ一方素材研究っていうのはこれ何かっていうとその教えるもの ことの自分自身、担任のね、自分自身の理解を深めていくこと、素材研究っていうことになるわけですね。これがすごく大事なんだと。案外ね、 あのここへの、あの時間を投下することを。おろそかにしてしまっている先生が多いような印象があるんですよね。で例えるのであれば。素材研究っていうのは、自分という器を大きくしていく作業ということかな。例えば、宮沢賢治の山梨に対する学習をしたい。社会科の全国水平社の学習をしたいといったときに。教科書や指導書に載っている内容だけではなくて。実際に文献当たってみる、あるいは。 実際に奈良県の全国水平社博物館ありますねごぜしだったっけなちょっと忘れたけどそこに行って実際見てみるあるいは職員さんと話をしてみるっていうことでこの自分自身の器が広がっていくわけですねおちょこぐらいの器しかない自分が精一杯授業を考えてもですねおちょこの教材研究になっておっちょこの授業実践になっていくわけですねところがこれはちょっとした茶碗どん丼 鍋みたいな形でおっきくおっきく自分の器が大きくなってくるとそれだけの教材研究もできるようになってくるしそれだけの授業実践もできるようになってくるっていうことなんですね。なのでこの素材研究への時間を投下していくっていうのも非常に大事だなというふうに僕自身は思っています。学校にさベベテラいいベテラランンののの先先生生ででななななんんかかかか授授授業業業いいいいいいすするるるってううじゃ深みあと とろみのある授業というか、別に派手なことをガシャーンってやってるわけじゃないんだけれども穏やかで静かなんだけど力強さがあるっていうねそういう授業をされる先生一人二人いると思うんですけれどもその先生と若手の先生って何が違うかっていうと教材研究じゃないこっちなんだよね。 深なななそその深遠なその強化その知識専門性ががあるっていいいうううここことなんですすよねここが非常にに大事だなっていうふうに思います当然若手の先生でも授業うまい人がいるんだけどもそれはうまいだけであってこっちなんでねうまく流していけるうまくファシリテートできるこれある程度センスでねできちゃう若手の先生もいると思うんだけれどもここは違うこれはもう本当生きてきた年数教師としてのお怠らなかった努力の数だけどん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 深い 意味が増してくると思いますので、この素材研究っていうのももちろん大事なんじゃないかなという,ふうに思います。なので、さっき3ステップって言ったけれども、0番目としてもし自分自身がちょっとこの教材に関する知識浅いなっていうふうに思うんだったら、自分の頭で考える前に0番目としてきちんと素材研究にた打ち込んでいくってね、そういうことも非常にこう有意義だなという,ふうに思います。僕自身どういうあのえっと素材研究をしたことがあるかというと、うんと。 さっき話したあの全国水平社の博物館に実際行ってみたっていうのもあるしあとはうんと浮世絵ねまた社会科の話だけどあの社会科の歴史の学習をする時に浮世絵のなんかプロセスみたいなものをね学ぶ瞬間とかっていうのがあるんだけれども浮世絵やったことないからさ分かんないんですよねだから教えられないからどうしたかっていうとあのね近所の大学で浮世絵講座っていうのを開催するっていうのをねその情報をちょっと見つけてですねでその 受講生になってですね実際に浮世絵作りましたよ板にね写楽の顔とか掘ってさすごい大変なの皮とか抜けちゃってさベローンってね こんんな辛い思い思してててやってたんだっただ絵の具もね絵の具じゃなくてなんか岩石みたいのをこう粉末にして水で溶いたやつこんな感じなんだってこんな感じでグラデーションとか作っていくんだみたいなねすごく勉強になりましたまあそういうのもね素材研究で言いますよね素材研究僕もこんなふうにねやっていましたっていうことでございましたいかがだったでしょうか今日はですね100%授業力が上がる宮沢式教材研究ってねそんなお話でございましたけれども1つ目が自分の頭で考えることそして2つ目が指導書などできちんと答え合わせもすること そそししててれを継続いいくことっていうこととうですねで場合によっては素材に対する、うん、知識が劣ってるな乏しいなっていうふうに思うんだったら0番目として素材研究をきちんとしていくっていうことですねこれらを継続していくことで確実に100%授業力がアップしていくと思いますけれどもみんなね実はそんなこと分かってるんですよ知ってるんですよけれどもやらないんですよね、えー、疲れたとか忙しいと事務仕事がいっぱいある 子供が生まれた育児をしなきゃいけない家事をしなきゃいけないいろいろあると思うしだからあのいいと思いますよ今僕がお話ししたものを別に実践する必要もないと思う所詮仕事じゃないですか,なんか仕事って崇高なもののイメージが日本人ってあるけれども僕はそんなふうにあんま思ってなくて。 所詮仕事なんですよねだからそこに力を込めようと全然力を込めずにカジュアルにやっていこうとどっちだっていいじゃないですかそれね自分自身の生き方ライフスタイルと合わせていけばいいわけでいいんですよ別にそんなにやらなくてもねでもやってもいいわけですねで今多分この動画をご視聴いただいている皆さんっていうのは今日のテーマ100%授業力が上がる宮沢式教材研究っていうこのテーマに興味を惹かれてしかも今13分16秒しゃ,しゃってますけれどもここまでご視聴いただいているっていうことは 興味が深い人ですよね。じゃあ、授業力を上げていきたいというふうに思うんだったら、やればいいじゃないですか、ね。多くの人たちが結局、ステップワン、ツーはやるんだけれども、継続ができない、ね。最初の1ヶ月とか2ヶ月とかやるんだけれども、それを1年、3年、5年、10年ってずっと継続していくっていうのは、やっぱこう、根気が必要なんじゃないかなというふうに思います。でもやっぱり継続していくと、大きな自信になりますよね。えー、これだけは僕は、 本当にあの別にそんな最初にも言ったけれども誇れる実績とかねそういうことはあんまりないけれどもこれだけはあの揺るぎない事実でありこれだけは僕胸張ってこういうような形で授業の準備をし続けてきましたってことは言えますからね僕自身ねまあそんな風に僕はやってきたっていうことでございますいかがだったでしょうか今日は宮沢式教材研究っていうことでこんなお話をさせていただきましたえ授業に困ってる 教材研究のやり方に困ってるっていうそんな先生方に少しでもねなんかヒントになれば幸いでございますがこれが絶対解ではないので、えー、自分の生き方自分の価値観自分の教師人生に フィットしたやり方を見つけていっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。今日の動画が面白かったよ、役に立ったよというふうに思っていただけたら、ぜひいいねとかコメントいただけたら嬉しいです。また、えっと、このようにですね、学級経営や学習指導に関する動画を1日1本配信しておりますので、お見逃しのないようにぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた明日お会いしましょう。さようなら、バイバイ。